はい、かわいでございます。ご視聴ありがとうございます。AU 株コム証券チーフソラテジストの河合でございます。皆様、一週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今週も火曜日がやってまいりました。はい、今日は月日なんですね。えっと7月の21日で月日です。お昼が一番長くて夜が一番短いという。 何が嬉しいかというと7時でもまだ明るいですからね、えー、皆さん仕事が終わってちょっと軽く1杯飲む時にまだ明るいという嬉しい状況が続きますが7月まあ梅雨とはいええー、梅雨明けももう7月の後半でしょうから下旬でしょうから、えー、それまで明るい時にちょっと軽く1杯ができる嬉しい季節がやってまいりました。さて、えっと、河合はこの土曜日日曜日日日 えー、2日続けて門前仲町の、えー、門中のヴァンパイアという立ち飲み屋にオープンとともにオープンというのは13時のお昼なんですけれどもオープンとともに入るという非常にアナリストの調査マンとしては非常に、えー、優秀な土曜日日曜日を過ごしておりました。えー、と申しますのはこのヴァンパイアですね皆さんよくご存知の「 トリドール丸亀製麺の、えー、参加企業参加に入ってるんですね立ち飲み屋さんなんですけれどもまあもう値段がびっくりしますっていうことでそれを2日続けて市場調査に行ってこれからのトリドールはどうなっていくんだろうというふうなそういうことを考えてたアナリスト三昧の土曜日日曜日を過ごしておりました。よろししくお願いいますはいえー クタクタさんまめなさんぽにょさんうま、えー、味こぶたさんひろきさんにのんきさんのんき T さん、えー、こんばんは SG, も SG さんもたまさんもライオンハートさんもこんばんは、えー、さてさて、えー、ちょっと日経平均今日の500円に及ぶ上昇っていうのは 戻りが本格化しているのか単なる過戻しかそちらがちょっと気になる時ですよねっていうことですビル・クレイさんが、えー、面白いのが突っ込んでいただいておりますのがあれこれクールダウントークですかみたいなことを突っ込んでいただいてますけども、まあ、たまには えー、柔らかいと党から入らせていただいて、えー、許してくださいっていうところです。えー、武蔵さんの突っ込みの嬉しいです、えー。ただ飲みに行っただけじゃないのっていう突っ込みで出ていますが、えー、いやいや本当にヴァンパイアに行き行きたいなと思ったきっかけが。 やはり鳥ドールの3回入りした立ち飲みの店がどんな店なのか本当に興味津々だったそれがこれからの同社の鳥ドールの一助になって一代替利益がどんどん上がっていく一助になるんじゃないかななんてことを考えながら飲む酒は本当に美味しかったです。昼飲みでですすけどっていいうところですはい、というところでですね、えー 早速本題に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱり今世界は今日もやっぱり報道があった世界中の株式市場の4割以上の主要指標が2割以上の下落を示している2割以上の下落を示しているということは2割っていうのは何が大事かというと。 株式市場は高値から2割下落してここで下落相場入りというそういう一つの基準になるのが高値から2割下がった地点ですつまりここからはもうダウントレンド入りしたんじゃないかっていうふうなことそれがすごく話題になってますね。で日本はとといいうとコメントに書いておきました 去年の戻り高値これは32年ぶりの戻り高値なんですけど9月ですけどその戻り高値が3万百7 0円なんですけれどもここから数えましたら16程度の下落ですで逆に年初来高値ここにありますけれども2万9,300円台ですけれどもここから比べましたら、まあ、直近のここでわずか12%の下落なんですね、えー。ということは日本が 2割以上下がってないチームにいてる、4割以上下がってるチームはアメリカをはじめとした欧州っていうところになってて、これの違いっていうのをどう考えていくんだろうということ、それを見ながら今の状況を皆さんと一緒に確認していきたいなと思っております。あ、もう一つちょっとご理解いただくためには2割下がることがなんであの一つの下落相場入りの基準になるのか。 そこちょっとだだけ冒頭ささてくださいトレンドっていうのは非常に大事でして高値つけました下がりましたそしてここで2割下がってきて下落トレンド入りということは一旦ここで戻りましてもまたこういう下げがあるっていうことこれがいわゆる下落トレンド入りっていうことの確認であるということで。 その場合いく,ら買ってもいくら買っても本当に神のようなここで買ってここで売るぐらいのことをしてやっと取れるんですけれどもしかしどこで買っても下がっていくつまりちょっと戻って買いましたよとちょっと戻って買いましたよってこんなところで買ったもんならばまたすぐ下がっていって。 これを取り返すことがかなり長い時間かかるよねっていうそういうのが下落トレンドの恐ろしさなんですねそれを分かってますからどこで下落トレンド入りしたんだということの基準を一旦2割で置いてるっていうことですからそれを覚えておいていただくとそうかそれはちょっと時間がかかるんだなと下手なところで買ったら時間がかかるんだなと思ってればいいんですよってただしこの逆っていうことはありますね。 下落トレンドに入ればどこである程度下手へたなところで売ったとしても利益が取る取りやすくなるっていうことなんですね。例えばですけれども下がってきましたそしてまあここでここで売ってしまった怖いなと思って売ってしまいた売ってしまったああ下手くそだな自分と思ってるとしましょうかとしかし。 ここで買って先分かんないんですけどあ,あやっぱり下手なところで売ったから上がってきてしまったわと思いましてもこの先下がっていくんですからこの売り値を下回っていくつまりどこで売っても利益はこの分売りならば取りやすくなるというのが下落トレンドということでご理解いただければと思います。そそうういうことがその トレンドを一つ追いいいかけててくっていう私はトレンドフォローという言い方をしてますけれどもこのトレンドフォロー型っていうのはやっぱり強いんだよねただしトレ,ンドトレンドがどっち向いてるかっていうのは見極めなきゃならないよっていうそういうことだということで理解してくださいそういったコメントをですね今日こういうところに書いておりますちょっと足元の方にスケジュール戻りますと今6月21日今日は6月21日ですから 明日水曜日が参議院選挙の公示日ですね。であとどういうことがあるかっていうと足元では2月期決算企業こちらの決算発表がスタートしてます。2月期決算企業といいうののは主に多いのが飲食だとか まあさっきの冒頭のトリドールの話じゃないですけれども飲食だとか小売りのチェーンだとかいわゆる消費関連の企企業業は2月期決算企業が多いんですでそれらの企業の決算発表は大体ざっと220社ぐらいあるんですけれども上場企業全体が4,200社あってそのうちの社220社ぐらいが220社ぐらいが 2月期決算企業だと思っていてくださいまあ5%ぐらいに当たりますけどねしかしこの2月期決算企業っていうのは小売業だとか飲食業が多いので一つの消費度消費どうだったのかなっていうことを表すそれの一つのポイントになります2月期決算企業の場合3、5月期決算が今始まってますから2月期決算でいうところの第一クォーター決算 えつまり3月4月5月の3ヶ月間で一体どうなったんだろうっていうことが決算の状況ですざっと見てあの2月期決算企業これ良くなっていくんじゃないかなっていうのが今の期待値です何かというとちょうど今回の5月っていうのはこのコロナ禍に入った3年目なんですけど丸2年と半年ぐらい経つんですけれどもこのコロナ禍に入って初めての まあ、コロナ禍に入って3回目のゴールデンウィークなんですけれどもそれで初めての緊急事態宣言下ではない普通のゴールデンウィークだったっていうことで皆さん一斉に規制されたんじゃないかなとそして日本の各地で人の流れが起こるということはお金の流れが起こるっていうことだっていうことで。 そこはやっぱり主に飲食だとか小売にお金が流れていっている消費関連にお金が流れている可能性があるのでそこはちょっと期待できるのかなというところでございますそれが決算発表がこの足元から来週本格化するということですで来週の二十八日前後に株主総会の本格化が集中日がありまして まあ一斉に株式総会ありますねっていうこと。それでまあマーケットの方にやはり注目が集まるでしょうしそしてもう一つは月末になりますと配当金支払いがあってその配当金企業の配当金のお金が再びマーケットに還流してくるんじゃないかということでそういった資金の流れというのも気になりますねっていうことでちょっと期待は持てるかもしれないということ。そして、 来週の金曜日から7月1日入りなんですけれどもいよいよ7月は7月の10日に参議院選挙があります。今のところ各メディアの世論調査現時点では自民、公明の与党がかなり強くなるんじゃないかと勝利するんじゃないかということでということはイコールこのまま岸田政権が継続する。 それが長期化していくということが前提になってくると岸田政権も、えーまあ、いろんな政策の、まあ、腰を据えた政策が打ちやすくなってくるよねということでそういった政策への期待値も高まっていくということこれを覚えておいてください。よって日本市場ではここから当面 2週間から3週間はそんなに悪い話は少ないですっていうことその中でのマーケットはどうだっていうことだと思いますはい冒頭からいろんな話を織り混ぜて申し上げましたけれども今日のダイジェストちょっと走っておきましょうか資料の方ねまず日経平均大底と二番底だったものがこういう下値支持線があったものが割り込んできましたっていうのが今の立ち位置です 次にニューヨークダウドル円レートがあって次のページこれ今回ちょっとこういうのをやりました皆さんと一緒に流れを確認しておきましょうと日本アメリカの誘導金利 FF レートですけれどもこちらがどういうことでどう上げていったのか。 直近は今年になってからは3月5月6月と挙げてるんですけれども過去の経緯もこう見ていくと並べてていいくととろんなことが見えてきます特にあの足元の状況だけ見て近視眼にならないようにしてちょっと長い目に見ていくとこれを私は鳥の目虫の目と言ってますけれども虫のような近視眼で見ることもこれ大事です。 しかし鳥のように上空から見て長いチャートを見ておくと大体全体像がつかめるよねっていうことこれを鳥の目虫の目って言うんですけれども両方で投資家は見とく必要があるんだろう短い直近のこの動きも当然見とく必要があるけれどももうちょっと引き気味でアメリカのいわゆる伝統的な金融政策の手法は利上げ利下げはどういうふうになって行われていたんだろうということこれ1枚入れました。これ見ましょう で次に、えー、惑星直列の復習で再びまた惑星直列が起こってくるということを期待することはできるんだろうかということそれ検討しましょうということが次のページ。でさらに日本のマーケットをこう見ていきましょうというとこで割と太い需給のラインがここにありましてこれを今下回ったんで上に行くにはちょっと2万7,000円までしんどいゾーンは確かにあるんですと。 しかしまあそこをどう超えていくかがここからポイントになっていくんだろうねということだと思います。えー、そして最後今日はこういうリストで落とし込みました。あの結構こう見るとなるほどなと思って今の段階で仕込んでいける銘柄のリストになるんじゃないかなと思ってます。これ何かと言いますと会社側の予想とそしてアナリストの予想をこう二つ並べました。 でこれ割り算しますと、えー、当然こっちのアナリストの予想の強い銘柄これが会社側は控えめに今慎重に言ってる数字だと思うんですけれども基礎の段階ですからそれに対してアナリストはかなり強気に予想していってるそれの割り算したらどれぐらいアナリストと。 会社予想の開きが出てくるかということが分かりましてそれをランキングで並べると実は上位にこんな銘柄がありますよということこれを見ていけば面白いかなと思ってます。あとで細かく落とし込みますけどやっぱりトヨタなんかがその上位にでかいところ日本で一番でかい会社ですけど上位に入ってきているというふうなそんなこともありますしそういった切り口で今日は見ていこうかというところでございます。はい 表紙に戻りましょう、えー、っとまず日経平均はこの大底が3月2番底が5月とされていたんですけれどもこ,こ,約この期間約2ヶ月あります。えー、期間として2番底を2ヶ月で取りに来るのも別にまあ順当ですしこの2番底というのは結構確固たるものだったのかなっていうことはあるんですけど今回それを割り込んできました。でこういういいいいラインの時は1つ面白あの目処にしておいたらいいんですけど この大底二番底、このラインを割り込んだら、今度はこれを抜けていくのがちょっと上値抵抗になってくる可能性があるっていうことのために、これ残しました。見といてください。今回は、この二番底を。割り込んできました。二万五千六百八十八円に対して、二万五千六百二十円ですから。まあ、六十八円ほど。下に割り込んできたんですけれども、まあ、よって、後々見れば、もしここで止まっていれば。 大続、これが二番続なんです。これごめんなさい、五月二十日ですけど、六月二十日の間違いです。後で修正入れておきます。六月二十日ですから、ここから三月から見ると四五六ですが、約まあ三ヶ月半ぐらいで二番底入れに行って、今回の二番底を確定するのかどうかというところが今回のポイントになってくるということですね。で、先ほどもご案内しましたように、日本はまだ二割の調整に入っていません。最大で、えー 最大で16年初来高値でしたらここで今の水準で12%ぐらいですからまだ本格調整入りとかそういう段階でもないんだということで日本株はそういう意味では世界中の指標に対してやっぱり強い動きを示してるんだよねということそれは理解しておいてくださいということ。日本株を取り巻く外部環境で米国株右上ご覧くださいもう全く安値年初来安値更新ということですね。 えー、2月の3万5000ドル台ここからもうどんと割り込んできてるというところです。よってこれはナスダックも同じようなチャートでしてニューヨークダウン SP500 ナスダックこれらアメリカの主要3指標というんですけれどもこれらやはり底倍の状態でまだ底入れが見えてないという段階です。 で右下ドル円レートですけれどもドル円レートは135円台まで一旦突き抜けて今も135円前後でうろうろしてるんですけれども当然まあアメリカの長期金利が上昇しているというところで見ると為替はドル高円安という状況がここで生まれてますからここで高値形成するかどうかこれがポイントになってきますということです。日本を取り巻く外部環境をざっと見るとこういう状態でじゃあ日本にとっていいのか悪いのかというと1対1って感じですかね。 米国株は日本株にとってこの3月の安値を割り込むアメリカ株はもう割り込んでますからということはアメリカ株が年初来安値更新しているということは日本株にとってはまだ下が確定しているということはないとさらにこの下の大底の2万5,000円割れの2万4600円がいてるよねっていうことがこれあるということが一つでこれはまあマイナスの影響です今日本株にとっては。 為替はととといううどっちかというと支援材料です。円安に触れてますから日本の輸出企業にとってはユーに働きますから円安で日本株の支援材料になっているのでまあ1対1かな1勝1敗かなみたいなそんな感じですね引き分けという状態が日本を取り巻く外部環境の方向性ですということです。はい次これ、えー まあ長らくの90年代からのアメリカの金融政策を示しております皆様方がよく覚えていらっしゃるのが、まあ、このリーマン・ショックあたりからですかねこの前はというと IT バブルの引き締めというのがあるんですけどこれは実は歴史的に非常に重要な金融政策だったんですね。今でもこう一個の分析は 出てくるんですけれど、割とまあ過去のアメリカの金融政策を紐解いているような、まあ、歴史書とまだはいかないですけれども、そういったものでも出てきます。実はこの I.T. バブルの引き締めで最後0.5%の利上げをしたんです。この時は I.T. 企業が一気にまあ今までいうシリコンバレーが隆盛を極めたところでなんですけれども。 そこで政策当局はそれがバブルにつながっていくということで最後の引き締めということで通常0.25%の引き上げをぐらいで様子を見ながら丁寧に丁寧に引き上げていくんですけれども一気に0.5%引き上げることによってここでお金が一気に引き上げられてそして IT 企業がザッと とまあ非常に I.T. 企業というのは今でもそうですけど PR 高いので上値を抑えられてそこからの調整につながったっていう引き上げでしたので今でも言われるのはこの0.5%の引き上げというのはちょっと失策だったのではないかっていうふうなことをよく言われますねでその後それが証拠にずっと下がっていきましたこのバブルの反動でずっと下がっていって金利を低く低く誘導して景気をなんとか 持っていこううとということでこでの時実は金利の一番ピークって6.5%あったんですよあるっていうことはですねあの15回14回か14回0.25ずつでしたら14回引き下げることができるんですけどまさにその通りにずっと利下げをしていったこのバブルで0.5%で引き上げたもんですから引き上げてそこから一気に景気が悪くなっていってしまった。 でそれによってソフトランディングではなくってハードランディングになりそうになったっていう何着陸っていうのがソフトランディングなんですけどもハードランディングっていうのはも厳しいドーンという着陸なんですね。えー、それでそれじゃ困るっていうことで利下げ利下げ利下げをずっとしていってなんと6.5%から1%まで5.5%引き下げた、えー、ということなんですね。 えっとごめんなさいさっき言ってた6%っていうのは0.25で言いましたら24回引き下げられることができますね私12回って言いましたけど24回です24回以上引き下げることができるんですけどこれを一気に1%まで引き下げていったいや一気じゃないですごめんなさい、えー、3年かけて1%まで下げていったっていうことで実はこの3年かけて1%まで引き下げてこれは 過去最低金利と言われてます今はもうゼロ金利を知ってますから1%といっ,った金利あるじゃないと思いますけれどもこの1%というのは歴史的に見ても過去最低水準の金利だと言われるところまで下げていったんですねそれによってこの3年間の利下げによって景気は回復してきましたそこを入れてどうやら回復してきましたそれが アメリカの不動産バブルにつながっていったということで不動産が一気にその反面お金がジャブジャブに市中で回るということですからね金利を緩和していくと。でそれによってアメリカの不動産が一気に良くなっていったということでそのうちの一つがいわゆるサブプライムローンという問題が出てきた。 景気を良くしていくために手を打つはずだった政策、これがサブプライムでして、サブプライムっていうのはプライムローンの次のローンということで、 メインのローンがあってもう一つその他にローンでお金貸しますよってなことをやっていったわけなんですね。よってそれで不動産が一気に息を吹き返してきて今度は逆にその不動産が勢い増しすぎたので3年間に及ぶ低金利の政策を取ったもんですから不動産が 勢いよく行き過ぎたもんですから今度は不動産バブルを引き締めろということでアメリカは IT ババブブルルから不動産バブルに転換したんですでよく考えたらこれも後の分析で出てきていることなんですけど IT バブルっていうのは IT 企業というその2000年当時に起こったある一部の企業シリコンバレーに行っていてるある一部の企業が まあバブルになってただけでアメリカ全体を慣らしたら実はそんなに言うほど景気の好景気景気がいい好景気ではなかったんですね。ところが今度不動産っていうのはやっぱりかなり根強い全米にわたる産業ということになります一部の産業とは当時当然言えません全米にまたがる産業です。でそれがバブルになったもんですから今度は17回 利上げをしていったんですね。まあ、これは丁寧に丁寧に引き締めしたんですけれども。利上げに関しては二年半ぐらいで、十七回利上げしました。三年ぐらい利下げし、かけて利下げして、今度は二年か、三年かけて。え、それ二年か、二年かけて。十七回、利上げをしていって。ここでやっと。まあ、利上げをしていって、不動産止まるかなと思ったら。 07年にパリバショックでちょっと証券傘下の,の投資会社が2つほどえらいこう飛んじゃったねっていうふうなことが起こってでもこれもまあ一部の運用の失敗だろうってなことで言われたんですけどこれが実は始まりの始まりでしてそれが08年のパリバショックでああなんてことはないわっていうことで。 07年のパリバショックでああなんてことないわと思ってて07年の年末に実は日経平均は高値を取るんですよ最高値を取るんですよ。よってあなんだニューヨークダウが最高値を取るぐらいだから、えー、まああの夏場のパリバショックはちょっと運用の,の失敗で2社ほど傘下が飛んだっていうのは自分の出来事のことだねっていうふうにみんなが安心しているところに08年になりました。 08年になったらでも年初からなんかちょっと様子がおかしいなって思いながら何かというと今度は中国だとかインドネシアだとか新興国の株価がちょっとおかしくなってきてるななぜならばこうみんなちょっとリスクに目がえてお金をちょっとずつちょっとずつそして新興国が08年にちょっとガタつき出したなと思ってなってたら。 ゼロ八08年9月にリーマン・ショックで一気にゼロ金利政策に入っていったっていうことこれがまあこの辺の前半戦の非常にドラスティックな動きだったいきさつですそしてその後ずっとゼロ金利がリーマン・ショックから立ち直らせるために長らくの長いゼロ金利政策が取られました0トから0.25%の間の誘導でこういくよっていうことが えっと6年7年にわたたって続けられたんですね。でそれによってそろそろ景気も腰強くなってきたんで利上げにしていきましょうということでゼロ金利から丁寧に丁寧に,丁寧に、えー、3年かけて、えー、今のアメリカの、えー、財務大臣ですね、えー 非常にに丁寧に9回の利上げをしましした9回の利上げをして9枚のカードを持ったということ今後、景気が悪くなっても利下げというカードを9枚のカードありますよということですね9回利上げするということはそれでここまで来たんですけどこれが2019年ここは2.5%まで引き上げましたが今度はここから始まったことは何が始まったかというと。 中国とえらいギクシャクしだしたねっていうことで中国との貿易摩擦が非常に高まっていきましたっていうことで、えー、7月2019年の7月に3回ほど続けて利下げをしたんですこれも丁寧に0.25ずつ下げていきましたこれは何かというと中国との貿易摩擦で景気がちょっと悪くなるかもしれないそれの予防的な引き下げを先にしとこうっていうことで3回利下げして 残り合計六枚のカードになってしまったということそして2000年に年が明けたら1月から皆さんここからはもうご周知だと思いますけれども1月30日にコロナの世界 WHO による緊急事態宣言が発令されてそこからコロナ禍という状況が起こってきたということです非常に早かったんですけれども1月30日に WHO が コロナの宣言出しましまたで2月を様子を見て3月に実は2回に分けて、えー、定時引き下げではなくて緊急引き下げを利下げをしたんですね残りの6枚のカードをまあ惜しげもなく一気に使って2回に分けて一気に使っていってっていうことで、えー、1.5%そして最後ゼロ金利までまた持っていったということでリーマンの後長らく続いた7年にわたって続いたゼロ金利にほぼ同じ状態に、えー、同じ状態のゼロ金利を続けていって約 コロナの間で2年間で年過ごしましまたこれね昨年のまで2年間ゼロ金利だったんですけどどうやらこの昨年あたりからゼロ金利を2年間続けたおかげでインフレが起こってきそうだ物価高が起こってきそうだという状況があちこちで見えてきたんですね。でということで年が明けたらインフレを抑えなきゃならないということでまず1回目の利上げ0.25%をしましたそして0.5にしました。 で次に2月の24日からウクライナの問題が起こってきて今度、複合的になってきたんですねロシア侵攻でウクライナとの問題は実はインフレとは関係ない話ではなくてこれがインフレを助長させるつまりウクライナだとかロシアからの輸出それらがロシアに対しては制裁で。 輸出を禁止だっていうこともありますしそれらを入れてインフレ懸念がより加速していったということで5月には2回にわたる0.5%を上げて先週ですね6月15日には3回にわたる0.75%を引き上げて今一気にゼロ金利からは1.5%上げるというそういう水準にまで来ましたっていうのが今の立ち位置です。 これがそ,のそういった経緯を FRB の金融政策の経緯をずっと頭にずっと入れておくと今の動きもコロナ禍以降の動きも分かりますしコロナ直前の丁寧な丁寧な3年にわたる9回の利上げという状況も分かっていくということでこれらを念頭に入れていくと。 意外とですね。長い動きを入れておくと、割と短い動きを見たときも。全体感を見ながら動くっていう、そういった訓練につながるんですね。さて、それで。こうしましょう。金利が、これ逆メモリーにしてます。えー、っと、逆メモリーにするっていうことは、金利は単価が、債券単価が下がったら、金利が上がりますので、むしろ。単価の動きだと思ってください。つまり債券が売られてっていうこと。 上がる時は債券が買われてっていうことそういうふうに思ってください10年債利回り、えー、単価が下がっていきましたどんどんで、えー、これは金利が上がっていったということなんですけど金利が上がるということはドルが高くなるということでこれも逆メモリにしてますこれと合わせるために逆メモリにしていますこれは下がドル高と思ってくださいドルがどんどん強くなってくるさてちょっと先月の短いところを見ましょうか先月の5月に えー、FOMC が3日、4日あってこれ、ゴールデンウィークのさなかだったんですけれども週ゴールデンウィークの週が明けた,たのが9日でここでピークを打って債券が反転しだしたんですよ、債券価格は。反転しししましたとなると、同じくして、時を同じくしてほぼ同じ日に為替がドル高、底を打って反転してきました。で同時に 株価がそこを入れて反転してきましたというこういう状況が生まれてきてますよってこれがやっぱりみんな惑星直列がここで一つ一旦起こったんですこの時私はっきり申し上げましたまずこの債券単価はこのままどんどん単価が上がっていくことはないねと金利がこのままずっと下がり続けることはないですよなぜならばまだインフレは収まってませんから これから先にまだもう1回当然もう1回と言わず利上げという方向は政策転換としてもう示しているわけですからここで金利が終わるわけない債券が終わるわけないよねっていうふうにやってましたから当然今回の今度は6月14日15日で先週なんですけれども FOMC で0.75という非常に大きな利上げをしましたからそれに連動してこの間の 債券単価の安さを当然超えてさらに下にいったということで3.5%近いところまで行ったっていうことですね。で今回それが一旦やっぱり FOMC が終わってピークアウトして上に行ってます。全くこの5月の時の状況と似てるんですけれども、一旦はやっぱり上に行くよね。つまり。 え最近利で言いましたら一旦下がるよねっていう状態がここで起こってきてますよってここでまた新たなミニ惑星直列が起こってきておそらく私はここでまた予言しておきたいんですけどこれを何回か繰り返すんだろうなと思ってます。で繰り返してこれを常に皆さんと一緒に確認しておくと本当に大きな点底が入った本当の直列このミニっていうのがポイントです。 ミニではなくて本当の惑星直列が起こってそこで債権が底を入れてドル高が底を入れて株が大底を入れてそこから戻りの相場に入っていくんだとこういうところを皆さんと探るためにこれで頭の練習をしといてほしいんですね柔らかくしといてほしいんですね。で今回もまたミニ惑星直列おそらく起こるでしょうっていうことです前回と同じようにここで一旦金利は低下してます単価は上昇してます。 135円ドル高も一旦ここで終わってちょっと円安に触れる可能性がある今はちょっとここら辺粘り腰ですけどね135円でねで株はというとこの月曜日昨日はおあの米国お休みでしたけれど米国市場お休みでしたけどそらく反転がここで始まっていくんではないかというふうに踏んでますので前回のように3万,ドル3万600ドルから3 3 0 0三万3200ドルまで 約2,500ドルぐらい戻ったんですけどそういう戻りはあるんだろうなっていうことですねですからまあ一旦この3万1,500ドルぐらいまでの戻りっていうのは一旦はあるんだろうなしかしこれが本格的な底入れではなくて利上げが続く限りまだまだミニでとどまって本,格本当の惑星直立っていうのを探そうっていうことこれが大事だと思ってます。 はい、えー、というところで日経平均でですすこちらですね日経平均は申し上げたように、えー、価格帯別累積的た中で見るとちょっと分厚い価格帯ができています一番多いのはやっぱり相変わらず2万6800円のここなんで一旦今回も戻っていく局面では2万6800円を一つの目処にしておいてくださいと、えー、ここを一旦突き抜けたわけですが次はこれが上値抵抗になりますので一番上のこの太いところが2万6800円。 今日経平均が今日2万6200円でしたからあと600円ぐらいまでの戻りっていうのは一旦は期待できるのかなとそれを裏付けるように右側をご覧いただきますと2万6600円っていうのはここなんですけどちょうど雲を超えたあたりっていうことです抵抗体を超えたあたりということになります。でまあここら辺までの戻りは一旦あるのかなとただしここはまああんまり雲が作用しないのは雲が非常に薄いところっていうのはあんまりこう抵抗にならないっていう太いところの方が 抵抗になる修正がありますから今はちょっと薄いところですから上がったり下がったりは割と簡単にするんだろうねということだと思いますということです。というところで日本株世界に比べて結構粘り腰を見せているそれは一枚目に申し上げましたように為替が円安になっているということこれがおそらく支援材料にはなっているでしょうし。 ではアメリカ株はどうかっていうとまた一旦 FOMC が終わったことでミニ惑星直列みたいなものが起こってきているので金利がピークを打ってそして為替がドル高を終えてそして株が底入れするという状況が一旦は起こりやすくなっているんだろうなということを念頭に入れてください、はいえー、と最後にこちらです。 アナリスト予想と会社予想の開きをヒントに銘柄を探そうということでえ今の時期っていうのは申し上げ冒頭に申し上げましたように2月期決算企業がスタートしてきて来週本格化するんですけれどもまずチェックしたいのは基礎段階での会社側の昆通期の予想が全部で揃ってるわけですから。 アナリストと比較してアナリストの方が強気だよっていうそれは何かというと基礎ののの段階っってていいうのはやっぱりりかなり慎重に見ていきますよねね期の業績をねですからそこをあまりうのみにせずにちょっとアナリストのとの比較をしていってアナリストの予想が強い銘柄をピックアップしておくと実はこれすごい先回りしてることになるんですよ。 4 6月の第1クォーターを見て、えー、上に上方修正していくというのはアナリストも当然それを先に読んで強気のものを出しているものがやっぱり上に行きやすいよね会社側逆を言えば慎重に言ってるよね言い過ぎてるよねっていうものが上方修正してくるわけですからそれを先に挟がしていこうかっていうところでざーっと銘柄見てください。えっと、ちょっといろんな クリティカルなことはあるんですが、えー、経常利益が前期そして今期はこれ日経予想と書いてますけどこれは会社予想のことです日経予想っていうのは会社予想とも完全にニヤリっていうことでいくつか違うのはありますけどほぼ一緒ということで、えー、考えていただいて結構ですでアナリスト予想のことねこれはですからアナリスト予想と会社予想を比較して割り算したら何パーセント、えー アナリスト予想が上にいってるかっていうランキングをずらっと並べると,えっと例えばですけれども c o d 4 2 5 9のエクサウィズが情報通信でトップですけれどもこちらは前期がまあほぼこれ100万円に対して9,700万円ですから。 9600%なんてのが出てるので前期が低すぎたっていうことそれを覚えておいてくださいでもう一つ面白いのが2番目の JR 西日本だとかえが出てきてますこれは前期は JR 西日本赤字だったんですねで今通期見通しは一応135億の黒字を予想してるんですけどアナリストはさらにもうちょっと上の453億もうちょっとどころか3倍ぐらい上か会社側より。 ですから前期赤字からの立ち直りなので会社側はかなり低い今期の見通しを出している可能性があるそれに対してアナリストはそれの3倍ぐらいの数字を出してきているよねということよって電鉄株なんかもちょっと抑えといていいかもしれない時期に来ているかもしれないということですねそういう目で見ておいてください。8番目に日産自動車が来て9番目皆さん大好きなオリエンタルランド OLC が来て OLC は、えー、まあ前期当然コロナ禍ですから112億まで落ち込んだんですけれども、えー、今期、通期は506億に回復するよっていうことですけどアナリストはさらにその上の799億を見てるということでこれもやっぱりそうか今期オリエンタルランドもうそろそろかなっていうふうなところを見ておいてもいいのかなっていうところでございます。 あとずらっと見ながら見ていくといろんなものが見えてきますさてちょっと気になる ANA が来ました「航空会社もう買っていいの?」ってこれだけコロナで飛行機を運航できないという状態が続いて。 前期は1,849億に及ぶ赤字を出して今通期はなんとか黒字に転換で300億の黒字なんだけどどうなんだろうアナリストはどんだけ見てるのかなっていうと億でちょっっと会社よより上を見てるよねってるねいうことですこういう状況でならばこの基礎に出した300億がちょっと控えめに売ってるならば ANA もそろそろどっか仕込んでいけるような。 タイミングはあるのかもしれないねって考えるんですね。であとはさっき JR 西いましたけど JR 東こちらも同じような形です。であと皆さんやっぱりご注目のトヨタトヨタは今回やっぱりちょっと秘書にショッキングだったのはあのトヨタが今続き見通し前期比2割の減益出したのかっていうのはこれすごいショッキングでしたよね。 え前期3兆9,900億円が今期3兆1,300億円で2割の減益予想ですえこんなに2割もあのトヨタが落ち込んだらこれ日本の産業全体にやっぱりかなり打撃があるんじゃないのってショッキングでしたですけどところがどっこういうアナリストは実はえこれ。 トヨタが3兆 1, 億に対して4兆円の予想を出してます4兆円ということは前期に比べて実はちょっとだけ増益なんですねですからアナリストはあの会社側は2割減益で慎重なんですけどいやいや 4, 4, 千億4兆円ぐらい利益いけるよっていうふうに出しているのでここの違いっていうもの自動車で言ったらトヨタは2割減益を脳裏に置かずに アナリストは4兆円ならばちょっと微増益には持っていけるっていうこのトヨタの強さを信じるならば会社側は慎重だけどもいずれ第1クォーターかもしくは第2クォーターで引き上げしてくる情報修正してくるのかもしれないと思うことにやっぱり先んじて貼っておくっていうそんな感じになってくるのかなっていう見方です。私いいいいくくつか銘柄紹介しましまた特にそういう切り方で見見ててても一番最後見てください インペックスが、えっと、前前週でしたかね、えー、あ前前々週だ2週間前に、えー、今期はちょっと工業株が目玉かもしれませんねっていう話を申し上げてましたけどえー、っと昨日昨日昨日月曜日えー、っと6月の20日の月曜日にテレビ東京の「モーニングサテライト」に出演したんですね。 担当している今の「モーニングサテライト」のコーナーは「米株アップデート」っていうコーナー担当してるんですけどその中で私申し上げたのは工業株が世界的によくなってきてるえよって工業株のアメリカ株を見ておこうよっていう風なそういうことを番組でご提案しました。 何かというとまあ工業株で実は銘柄こいつ銘柄何上げたかっていうとキャタピラーあげたんですけどキャタピラーって何で工業株なのっていう話ですけど株って実はは一番稼ぎ頭は鉱山の発掘なんですねでそこに皆さんイメージとしてはキャタピラーって超大型の建設機械が得意ですからこれを世界中で展開しているわけですから世界中の 鉱山でキャタピラーが超大型の建設機械で鉱山を掘ってるって。で、なんで鉱山を掘ってるのって言うと、鉱山価格が上がってきてるからです。非、えー、金属類の価格がこの今のインフレで上がってきたら、それはたくさん高いうちに掘って採掘しておいた方がいいよねっていうことですから、掘る掘るには建設機械がいる建設機械がいるから。 キャタピラーなんだっていうそういう論法でキャタピラーをご案内しましまで工業そのままで行くならば日本株だったらインペックスがありますよねっていうことでインペックスの業績も実は上期に、えー、っと1兆420億円の会社側予想なんですけれども、えー、アナリストは1兆2,500億っていうところですから。えー ここのの比率が2割ぐらいいアナリストの方が上だっていうことうでやっぱそういったところも注目していくということで2週間前の私の動画をご覧頂ければこれインペックス掲げておりますのでこういったヒントの出し方で銘柄を絞り込んでいくっていうことで楽しいですよねこうやって銘柄をいろんなヒントのデータの中で調べていってそれがまた投資家はさらにいいのは果実がそこで生まれる。 いわゆるキャピタルゲインですね値上がり益が取れたらそれはもう一つ楽しいですよねっていうことでこういう考え方で銘柄を絞り込んでいきましょうとそしてタイミングも当然チャートも見ながら今なのかそれとももう少し待った方がいいのかそれをジャッジしていくのは皆様方です、えー、楽しんでここからは銘柄を発掘していきましょう、えー、申し上げたのは気象は基本的にみんな企業は今期は 慎重だったんですけど楽しみあとに取っといて4、6月で情報修正してくる銘柄があと1ヶ月すれば3月決算企業が始まるとそこを目をつけていけるっていうそういう楽しさがありますからまさに今それのタイミングに来ているんだろうと思ってますはい以上でございます皆さんお付き合いありがとうございました今日はこういった楽しいところに落とし込みましたしちょっと歴史的なお勉強なんかも一緒に確認できました。 特にこの惑星直列ってあんまり皆さんお耳なじみない言葉かと思いますけどあ,のある意味私の造語的なところもありますのでえお耳なじみないかもしれませんけど金利と金利と債券ですね債券と為替と株っていうのは一斉に側転底を合わせる時があるっていうそこのツボを見つければそれから先をいち早く 見ることができるっていうそういうことですからまだ今はミニの段階ですけど本当の惑星直列が起こる時を探すためにはまずミニから探っていかなければならないということですからそこも今日覚えておいてくださいはい、えー、以上でございました、えー、この後、えー、本当に、えー、以上でございますご視聴ありがとうございました、えー、よろしかったら今日の、えー 動画、チャンネル登録をしていただければありがたいですそして高評価のいいねもいただけるとインプレッションがバーッと YouTube が調べているインプレッションがバーッと上がってこの動画をたくさんの方に見ていただけるところに配置してもらえるようになりますからいいねもぜひよろしくお願いします、えー、以上、AU 株コム証券チーフストラテジストの河合でございました本日はご視聴ありがとうございました